をねちょっと飲みながら、すいません飲んでますけど、ブドウサイダー光っていうところの光職員さん、ブドウサイダーっていうところです。ブドウサイダーですね。光食品さんっていうところはあのオーガニック有機の栽培にこだわってて、でいろんなあの調味料とかね作っていただいてて、でオーガニックのジュースとか使ってあの作っていただいてるんですけど、一度あの徳島なんですけど行った時にあの見学に行ったことがそういえばありますね。まあ、ずっとあの長い間かなり僕があのこの自然食に興味を持ったあたりから光さんっていうねところはありましたので、まあ、かなり長い、それ以前からもちろんやってたと思いますので頑張っておられるなと、まあ、こういうメーカーさんは本当に頑張ってほしいなと思いますよね。で、まあ、いろんなメーカーさんがあって取り扱いの商品もね本当にいろいろあるんですよね、うん、次々に出てくるっていいのがね。でいろんな、まあ、あの分野で作られてて商品を、ですごいなと思いますね。いろいろメーカーさんの話を聞いてると、ものを開発するっていうのはものすごいやっぱ情熱とエネルギーがいりますし、当然それにかかるお金もいりますので、まあ、大変だと思うんですけれども、まあ、いくつかそうですね、最近メーカーさん来られた中では、エンバランスっていうところがあるんですけど、あ、ホワイトマックスっていう会社のエンバランスっていう商品があるんですけど、これはプラスチックなんですけども、うん、その全く従来のプラスチックとは全く違うプラスチックっていうねもので、EMX っていうその、まあ、微生物、環境微生物、有効微生物を、原料にしたその EMX っていうのがありまして、でそれを、なんか練り込んであるのっていうのがちょっとこう高温で焼いてっていうのか、あの仕組みがちょっとすみません説明うまく説明できないんですけども。そういうのでなんかそのプラスチックとは違う、うん、プラスチックなんですけどもプラスチックとは違うというもので、それがですね、抗酸化の力を持っているということなんですよね。だからそれが保存容器とかタッパーとかね、それから袋とかその保存の袋にしたりとかで、衣類にも使われてたり、腹巻きとかマフラーとかそういうのがいろいろあるという商品なんですけど、お客さんからもね非常にこれ好評で、まあ、あの鮮度保持がすごくいいっていうことで喜んでいただいてるんですね。でこの、エンバランスっていうものはあの本当いろいろ実験もされてて、がん細胞がそのシャーレのがん細胞が縮小したとかそういうデータもね出てるんですよ。だから、還元してくれる力が非常にあるっていうことで、最近ではあのサランラップが出てきまして、でそのサランラップをね鮮度保持にもいいし、中にはですねあの自分の膝に巻く人がいて、膝に巻いたら膝が痛みがあの良くなったのか、なんかそういう不思議な、ものも出てきてるんですよね。だそのエンバランスっていうもので体をこう巻きつけたら体がこういい状態になるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、そういういろんなあの商品が出てますけれども、まあ、その中で一ついいなと思ったのが、水のタンクっていうのがあるんですね。12リットル入りの水のタンクっていうのがあって、でそれもエンバランス加工でできてるんですよ。だから、水を入れることで、水がね腐らないっていうんですよね。その会社の方は1年間大阪の枚方っていうところに会社があって、そこの水道水を入れて保存しておいたところ、まあ、少なくとも1年間は全く変化なく、悪くなるとかね腐ったり、匂いがしてきたりっていうこともなくですね、使えたっていうことなあの使えてたということなので、多分まあ1年以上は十分持つということなので、それだったらこれ災害にいいですねって言ってたんですよね。で実際聞いてたら、東北大震災の時にその水のタンクがすごいやっぱ売れたっていうんですよね。だから今回もその熊本の地震があって、まあ、水が不足してるっていう状況
情報がやっぱ出てますよね。水が足りないと。だからこれ本当に生命に関わることなので、水の大事さっていうのを、ね、僕自身も改めてこう感じていた中で、まあ、こういう水のタンク12リットルのが、まあ、1つ2つでもあれば、非常にいいんじゃないかなと思うんですよね。でしかも、よりこう抗酸化のある水、いい水に変わってますので、そういう意味でもいいんじゃないかなと思いますよね。だから、まあ、早速僕もこれ取り寄せて、ちょっと家に1つは置いとこうと。ペットボトルは置いてるんですけど、まあ、それもね12リットル入るタンクですので、1つ置いといたら水不足の時とか、まあ、そういう緊急時の時にいいんじゃないかなって思いますよね、うん。まあ、ということでいろいろ出てきてますね。でこの前は水素の陶器っていうのがあってね、それに、まあ、お茶を陶器が水素の陶器っていうか水素が発生する陶器っていうのがあって、お茶と反応するんですよね。で水素を、すごい発生するっていう、本当に焼き物なんですけど瓶になってて、でそれにお茶を入れることで、まあ、12時間、置くと水素が本当に高濃度の水素水になると、水素のお茶になるということで、まあ、それも非常に面白そうだなっていう商品で、実際病気の人がどんどん治ってるっていうんですよね。で、がんだった人がなんかのどっかのがんでそれを飲み始めたところ5日ぐらいかな、5日ぐらいで半分にがんがなってしまったとか、なんか本当信じられないようなそういう体験も出てて、まあ、人をどんどんねこう元気にしてくれるこれボトルですっていうことでメーカーさんもおっしゃってたんですけど、まあすごいですよね。いろんな仕組み原理、その水素が発生する原理も聞いたんですけど、非常に分かる、納得できる原理でしたね。だから別にまがいものでもないし、まあ、実際にデータが取れているので、そういう、ね、不思議なボトルっていうのも、ありますね。これももう出てきますので、僕自身が本当試してみたいなっていう商品がたくさん出てきてます。で本当にありがたいなと思います。そういう作ってくださる人がいるっていうのはね、いろんな分野で研究されて商品を作ってくださるっていうのはありがたいなと思いますよね。だからそれを必要な人のところに届けるっていうのが、僕自身の